はい、皆さんこんばんは。はい、今年の夏はね、このファイマーの T シャツで乗り切っていきます。はい、もうこれしか着ません。はい。とか言ってると、また油断とかわけのわからんことを言ってくるんで、そんなことはないとは思います。はい。で、まあ今日も負けちゃいましたね。はい。ごめんなさい、昨日ね、ちょっとツイッターの宣伝をしたんですけれども、何が悪かったのか分かんないですけど、思ったより動画があんまり伸びずにいたんで、まあ、ちょっと、また概要欄に貼っておきますんで、そこからまたちょっとフォローいただけるとすごい助かります。まあ、ちょっと昨日ね、アカウント新規で作って、ある程度、前回ちょっとフォローしていただいてた方が、ちょっと僕全員覚えてはないんで、あれなんですけど、まあ、ちょっと YouTube の効果っていうのはあったのかなっていうふうに思うんで、まあ、まだちょっと今日初めて見ていただいた方とか、見ていただいている方で、まだ、ちょっとフォローしていただいてない方は、ぜひフォローお願いいたします。はい。ではすいません。Twitter もよろしくお願いします。で、まあ、今日はね、また負けちゃいましたけれども、まあ、ビジターで、まあ、あんだけ残塁して、点が取れないと、まあ、それ相手のサヨナラ勝ちの確率っていうのはやっぱ増えてくるんでね。まあ、こうなるのはまあ必然的でしょうっていうところになってくるんですけれども、まあ、明日からね、名古屋でまた3連戦始まるんで、まあ、阪神なんですけど、まあ、とにかくいい形で名古屋の3連戦を終えて、また来週から、火曜日から広島ですね。松田で広島の試合があるんで、そこで3連戦やって、また名古屋帰ってきて、まあ、そこから名古屋3つ甲子園ってなってくるんで、まあ、ちょっと忙しいゴールデンウィークにね、入ってくるんで、まあ、なんとかいい形でビジターに回せればなっていうふうに思うんで、まあ、名古屋はなんとかいい形で勝って終えましょう。はい。で、やっぱり、まあ、なんといっても、まあ、負けはしましたけど、まあ、石川昂弥にホームランが出たっていうのも、まあ、一番でかいかなっていうので、まあちょっとやっぱりある程度やっぱかなり打線のキーにはなってくるなと思ってましたけど、まあここまで露骨に出てくると、まあもう石川昂弥に頼らざるを得ないのかなっていう。で、まあやっぱその後打ってる細川もめちゃくちゃいいんで、まあこの二人がね、なんとかちょっと切磋琢磨して、まあクリーンアップ頑張ってもらって、まあ3番ちょっと誰が固定できるかわかんないですけど、まあ本当は岡林が1番打ってね、大島2番で、まあ秋の3番打つっていうのが一番いいかもしれないですけど、まあ、なかなかうまいこと、ハマればいいですけど、ハマってない現状なんで、まあ、誰が3番を勝ち取るかっていうのは、まあ、ここから見てて面白いところかなっていうふうに思うんで、まあ、そこにちょっと、まあ、注目しながらも、勝ちに、とにかく勝っていってもらう、応援を僕らはやり続けていきましょう。はい。じゃあ、明日から名古屋ですね。はい。まあ、頑張って応援していきましょう。はい。ご視聴ありがとうございました。またちょっとツイッターも、ぜひ皆さん登録よろしくお願いします。